がねなんかすごかったのでちょっと今立ち寄ってみたんですけど、うわーすげえ、ラフティングができそうな感じですね。すごいな、あんな崖の上に学校立ってるのか。じゃあ行きますか。どうもこれが下がってくるんですよね。なんかいい方法はないでしょうか。ここすごいでしょ、これ岩が。なんかね、まあこういうバイクでツーリングに行くと、まあ車だとねほとんど気づかずに通り過ぎるようなところにですね、なんかふと目に入ったからちょっと道をそれて入ってみようとか、あれちょっと止まってみてみようとか、そういうことがねできるのがやっぱりバイクのツーリングのすごくいいとこですよね。車だとまあもうほとんど周りの景色ってウィンドウから見えてる景色ってほんの少しじゃないですか。やっぱり車で走ってると全然違う景色が見えてるんですよね。まあ車でね、いろんなところに行くのも楽しいんですけどね、やっぱり同じ場所に行くにしても車で行くのとバイクで行くのとでは楽しみ方が違うっていうことになりますよね。まあ私はほとんど一人で走るんでソロツーがもうほぼ 100% なんですよ。誰かとまあインカムでね会話しながら走るとかそういったことを今までしたことないですし、まあインカム自体そもそも持ってないんで、だからバイクで行くってなるともうほぼほぼ一人で乗ってるんで、独り言言ってるか黙って乗ってるか、まあ今日みたいにカメラ回してれば、こうやって喋ってますけども、まあ、カメラ回ってなければねほぼほぼ黙って乗ってるか独り言ねブツブツ言ってるっていうぐらいですからね。でもまあ一人でもそうやって景色見ながら走ったりとか、あこれなんだろうとかこんな景色なんだみたいなことを思いながらね走ってちょっと見てみようとかって思って止まってみたりとか、わざわざ寄り道して見てみたりとか、そういうことしながらね、バイク乗って楽しいなっていう風に感じてるんですけど、まあ、車は車でね、当然まあ一人で乗ることもありますし、もしくは、誰かと一緒にね乗ってみんなでワイワイ言いながら走るとドライブする、まあ、それはそれでね、車は複数人数が同じ空間に乗れますからね、そこで会話を楽しみながら、走る移動するっていうことができるので、それはそれまた違ったね楽しみ方ができますから。ただまあ車で一人ってなるともう独り言言ってるしかないんですよね。なんかそんなに景色見てわーとか、あここなんだろうってあんまり気づかないんですよね。だからまあバイクのツーリングって本当に楽しいですよね。独特なものがありますよね。なのでもしバイクを乗られてない方でこの動画を見ている方いらっしゃるんであれば、ぜひねバイクに乗ってほしいですよね。まあ移動の手段としてね考えたらバイクなんて辛い乗り物ですよ。夏は暑いし冬は寒いし雨降ったら濡れるし、いちいちヘルメットかぶらなきゃダメだし、まあグローブとかねまあなくても乗れますけど、まあいろいろ安全なことを考えると
まあグローブとかね、ある程度の装備はしといた方がいいでしょうから、そうなるとね、やっぱり車みたいにポンって気軽に乗って気軽に行こうっていうわけにはいかないんで、ただね、車にはない楽しさっていうのがバイクにねはものすごくいっぱいあるんですよね。まあ、こうやって走ってるだけでも、まあ、この川の景色をね、楽しんだりとか、車では見えないねところがね見えるんですよ。見えないというか、車ではどうだろうな、まあ、見えないですよね。やっぱり多分ね、これ車に乗ると走ってる運転席この辺じゃないですか、右側だと。なのでこっちの左側の景色ってあんまり見れないんですよね。乗ってる位置にも多分関係するんだろうと思いますし、当然あの窓から下のドアのところっていうのは当然下見えませんからね、見える範囲ってすごく限られてくるんですよね。そうすると、まあ、バイクだと全部が見えてるわけですから、こうやって横見たらあのこの斜め下の方まで全部見えるわけですよね。でも車ではそこ見えないですから、見える景色が違うし見てる世界が違うっていうんですかね。同じ道を走ったとしても車で感じるのとバイクで感じるのはもう全然違いますから。でなおかつこの空気感っていうのもバイクで走ってると全部伝わってきますんで、匂いだったりとか空気のその何て言うんでしょう、層っていうんですかね、山道なんかに入っていくと特にそうなんですけど、一瞬にして空気が変わる時っていうのがあるんですよね。まあバイク乗ってる方はみんなあの分かってるとは思うんですけども、バイク乗ってない方って多分分かんないと思うんですけど、コーナー一つ、山道でコーナー一つ曲がっただけで空気が一瞬にして変わる時ってあるんですよ。それがね、なんて言うんでしょう、楽しいって言ったらおかしいんですけど、私はね、あれそれがすごく好きなんですよ。そういうなんか空気感が変わったなっていう、急一瞬にしてヒヤッとしたとか、一瞬にして空気が重たくなったとか、山から降りてくると あるところまで来たら一瞬にして空気がグッて重たくなる時があるんですよ。下界に来たなってその思いますよね、そういう時で。逆に 山の方に入っていくと、急に空気がスッてして、あ、山に入ったっていう風な感覚になるんですよね。で雨降る前とかもやっぱり空気って全然違いますからね。そういうのがねバイクだともう本当にいろいろ感じ取りながら走ることができるので、だからバイクに全く乗ったことがないっていう方でもしバイクに興味があるんだったら、ぜひともね乗ってほしいですね。どうしてもねバイクは危ないでしょとか転んだら大変でしょとか言われるんですけど、まあ確かにそれはあります、絶対的にあります。まあ私もまあ2年前に3年前かな、事故をして骨折ってますから、危ないんですよ、確かに危ない。まあ車みたいにね、鉄の鎧が外側にあるわけじゃないので、こけるなりぶつかるなりしたら、自分の身ですから、人間エアバッグ状態で、ぶつかるしかないですから。だから車よりかは、完全に危ないものです。ただ普通にね、自分で気をつけて運転してる分にはですね、無茶な乗り方をしない限りはそんなにね恐れるほどのものではない。正しくね自分の技量を分かって乗ってる分にはね
そんなにそこまでね危ない乗り物ではないと思うんですよね。自分の技量以上のね走り方をしてしまったりとか、自分の技量ではねとてもじゃないけど、走破できないような道に行ってしまうと、それはね、当然危ないですけど、こういうね普通の道を走ってる分には、自分が安全運転に心がけて走ってればそんなに危ない乗り物じゃないので、だからバイクにね乗ってほしいですよね。だそういう五感で楽しむ乗り物、車だとそれはないんですよね。もう本当に今だったらまあほとんどオートマチックの車ですから、片手片足があれば運転できる状態じゃないですか。なんならもうねやっちゃえ日産とかだったら、あの手離してていいんでしょ。そんなことはないのか。バイクでそんなことできませんからね。だから運転する楽しさっていうのは車の比じゃないと思いますんで、車の運転が好きでバイク全く乗ったことがないけどバイク興味あるっていう方はね、ぜひバイクの免許取って乗ってほしいですね。すごく楽しいと思いますよ。